アイアンコランダーオールドジェネレーション、どうもコランダー TV のポチモです。はい、ということでなんと半年ぶりの撮影です。現在コロナウイルスも入ってて、まあこういうのとかマスクとか、岐阜でも昨日14人出て、まあ永田が住んでた名古屋とか今住んでる京都とかもかなりコロナウイルスの感染者が増えてるということで、もう半年以上撮影もしてないです。もう今年もあるんですけど、青リンゴとストロベリーシクボーイには合ってないですね。まあそんな感じなんですけど、現在2020年11月24日ということで、自分のこの86万かけたこの企画だけは意地でも最後までやり続けたいということで、今日は強制の話をしたいと思います。まあ、かなりサボってたということで、現在なんと895日経過しております。マウスピースの数ももう今109個目おそらく。本当はこの間1ヶ月ぐらい前で最後だったんですよ。ですがもう最後で終わるっていう予定だったんですけど、まだこの左側の噛み合わせ、上と下の歯の隙間があるということで延長という形になって、今また新しいマウスピースが届いたんで続けているという状況です。で、なんでこの隙間ができたかっていうと、前回ぐらいの動画で僕が結構軽視していたあのゴムですね、あれをつけてなかったっていうことで多分間ができてしまったのではないかという感じです。なんでゴムは大事です。で、まあ今回はそれとは別で洗浄、マウスピースの洗浄方法で僕が試したのを紹介していきたいと思います。やっぱりマウスピースつけてると汚れとか匂いとか気になりだすんですけど、その中でどんな洗浄剤を使えばいいかっていうところで、僕が試したのがまず最初にミルクパン、これ主にこの赤ちゃんの哺乳瓶とか乳首を清掃する薬品なんですけど、間違ってもこれは使っちゃダメです。これを使用するとこれ、まあ、カメラではあまりわからないと思うんですが、めちゃくちゃ黄色く変色するんですよ、これ使うと。なんで汚れを取るどころかめちゃくちゃ汚く見えるんで、これは絶対使わない方がいいです。ミルクポンは哺乳瓶だけにしてください。じゃあ何を使うかっていうと、僕はこれを使います。最初なんでこっちにしたかっていうと、入れ歯なんですよ、この洗浄剤は。入れ歯って金属とかじゃないですか。で、僕のマウスピースプラスチックなんで、金属をやるやつで洗浄したら変色とか変形とか、変形したらせっかくのこのマウスピースの形が崩れるんじゃないかって思って、まあ、こっちにしたわけなんですけど、こっち全然変形しませんでした。で、色も変わらないんで、まあ、使うなら僕はこっちですということなんで、マウスピースの洗浄に使う洗浄剤はこの入れ歯洗浄剤の方がいいと思います。今日はそれだけです。参考になったらいいねボタンお願いします。バイバイ。